金髪色黒ちょいデブ3拍子揃ったやつ、球場でファンと揉め事を起こしがち。どうもそれです。阪神タイガース3発のホームランを浴びせて快勝しました。はい、8対2と、6点差つけてね、 DeNA 3連戦の初戦をね取りました。しかし巨人とヤクルトも勝ってる。なんでだマジで、なんでこう阪神が最高のゲームをした時に限ってあんたいつも勝ってんだよ。もうせっかくね、これ以上ない阪神ファンからしたらね、喜ばしい勝ち方をしてたわけなんですけど、ゲーム差はね縮めるということにはねなりませんでした。はい、まあ、先発がね浜口投手ということで、まあ、前回ね初回と2回攻めあぐねてね、ちょっとね攻略しきれなかったんで、まあ、今日はねそのリベンジというか、まあ、見事にね、攻略できたのかなと、はい、思います。そして青柳投手が7回2失点のピッチングを見せて、セリーグ一番乗りの10勝を挙げました。はい、青柳さんが、我らの阪神のエースがついにね勝利数でもセリーグナンバーワンにね、躍り出ました。はい、これでね、防御率ともに2冠、そして勝率でもね、1位ということなんで、はい、これでね青柳投手3冠です。いや、これマジですごいですね。阪神でいうと2003年の、井川投手とか、まああと普通にね田中将大投手とか吉見投手とかね、ソフトバンクの大エース斉藤和巳さんとか、はい、名だたるメンバーが投手3冠を山でね成し遂げたんですけど、まあ、そことね今肩を並べてる状況、青柳さんが本当にそう考えるとね、飛躍しましたね。まあ、自身初のね、10勝っていうこともあって、まあ、この相性のいい京セラドーム、ここまでね、通算3試合投げて、1点も取られてないという、この相性のいい京セラドームで、10勝をね、達成したということで、はい、本当にね、青柳さんにはね、今シーズンは本当に引っ張ってね、くれてます。まあ、ちょっとね、エースの西投手が調子が悪い中、先発ピッチャーのね、一角として、火の打ち所のないような、ピッチングをね、してくれてるんで、まあ、今日ね、ちょっと印象に残ったのが、4回のワンアウト1塁2塁のところで、まあ、バッターボックス、左の関根選手だったんですけど、三振にね、打ち取った球がフロントドアあったんですよね。見事なフロントドアの、ツーシームなのかな、シンカー。あれは左バッター多分打てないですよね。内から曲げてね、入ってくるという感じで、まあ、今年のね、青柳選手の凄さが出たところだったのかなと思います。はい、試合を振り返っていくと、まず2回に木浪選手が左中間真っ二つの先制タイムにツーベースヒットを当てました。はい、まあここはね、打った木浪選手、素晴らしいんですけど、走ったロハス選手もね、なかなかのファインプレーだったかなと。一塁からね、一気にホームまで激走して、最後、頭からね、ホームに滑り込むということで、まあ、間一髪セーフということでね、これはもうあっぱれです。そしてさらに、3回には、近本選手が、8号ソロホームランを放つと、5回にも、その近本選手がヒットで出塁して、中本選手が内野安打となるバントを決めて、チャンスを拡大すると、最近調子を落としていたサンズ選手が、センターオーバーの2点タイムリーヒットを当ててくれました。さらに、続く4番大山選手が、14号ツーランホームランを放って、ダメ押しに成功しました。はい。いやー、本当にね、不調の2人が打ってくれました。サンズ選手も、大山選手も、最近ね、ちょっとね、あまり打ててなかったんですけど、まあ、この今日のね、1本を、木にね、また調子、取り戻していってほしいですね。はい。大山選手に関してはね、もう完璧なホームランでした。はい。もう呼び込んでね、右中間、右方向に持っていくってことで、本当になんかもう浅原選手を見せるかのような、バッティングでしたね。はい。見事な右方向のバッティングでした。まあ、大山選手としてもね、理想に近いホームランを打ちたんじゃないのかなと。思います。まあ、その後ね、7回に青柳選手が2点をね失うんですけど、8回の裏、最近絶好調のロハスジュニア選手が2試合連続のホームラン。ロハス。はい、もう完璧ですね。ライトスタンドに打った瞬間ね、ホームランだと思いました。まあ、ロハス選手の打球ね、伸びるんでね、やっぱ。あれぐらい角度ついてたら、強セラだったら行っちゃうかなと。いや、本当にもう、マジで調子いいですね、本当に。マルツ選手もね、今日2軍でね、ホームランを放ってアピールしてるんですけど、ちょっとなかなかね、難しいですね、上げるタイミングが。もちろんね、もうすぐにでも上げたいんですけど、まあ、阪神のね、その外国人選手の登録の割合っていうのを考えた時にね、ちょっとなかなかむずいっすよね。まあその調子を落としてるサンズ選手も今日1本出たし、本当にもう嬉しい悩みなのか、なんだろう。もどかしいっすね、なんか。嬉しいというかね。はい、まあ、最後はね、小川一平投手が、締めてくれて、8対2でね、勝ちました。まあでも残念ながらね、巨人もヤクルトも今日は勝っているという、まあ着実にね、1勝を積み重ねたということで、まあ、ポジティブにね、捉えて、まあ、阪神はね、現状今1位で、2位の巨人と2ゲーム差あるわけなんで、まあ勝ち続けてる限りはね、逆転を許すことはないんで、このままね、連勝。まあ、この前4連勝をね、したんで、またね、連勝回路に乗っていけるように、明日もね、勝ってほしいです。それではね、今回この辺動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。
それではご視聴いただきありがとうございました。